はい、前川です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。前回はですね、なぜ治療院をやっているのかっていう部分がすごい大事ですよという話をしました。これでも本当にすごい大事で、これがないからみんな辞めていくんですね。辞めていくというか、最後までやりきれない部分になってきます。これね、どういうことかというと、僕はですね、これは本当に価値観だと思ってるんですね。価値観。人それぞれ価値観ってあると思うんです。例えば男としてどうありたいのか、治療家としてどうありたいのか、大黒柱として、一家の大黒柱としてどうありたいのか。もちろん時間の価値だったとか、お金の価値もそうですよね。いろいろな価値観っていうのがあると思うんです。これはあなたにとっての価値観、僕の価値観とあなたの価値観っていうのはおそらく違うと思います。それはそれでいいと思うんですね。ぜひですね、他にもいろいろあると思うんですけども、じゃあ自分との価値観って何なのかなって書き出してみてください。男としてこういった価値観、治療家としてこういった大黒柱、時間、お金、父親として、子供の親としてどうありたいのかっていうんですよね。で、結局のところ、これを叶える、これを叶えていくことが僕、仕事だと思うんですね。なので、僕自身はですよ、僕自身は、雇用されたわけですね。患者というかな、雇われていたわけですよ。で、雇われていて感じたことは、その時はですね、時間ないなって。時間ないやん。お金、全然ないやん。治療家として、やりたいことできへん。よく、こんなことしたいのに、これができないのか。今の状態では大黒柱として、俺やっていけんのかな。いや、男としてもっとこうありたいな。っていう僕の中の価値観があったわけですね。じゃあ、それが、この雇われの人生では、僕、叶えれないっていうことに気づいてしまったんですよ。僕は気づいたんですね。じゃあ、叶えるにはどうしたらいいのかなって考えたときに、開業っていう選択肢を選びました。理由があるんですが、こういったものを叶えるために僕は開業してるんですよ。だから、僕の目的っていうのは、この価値観を叶えるための開業なんですね。でも、多くのうまくいかない方っていうのは、開業することがゴールになってると思います。だからうまくいかないんですよ。だからうまくいかなかったらすぐ辞めちゃうんですね。そうじゃなくて、自分の価値観を現状では叶えれないよ。じゃあ、叶えれるのは何なのかなっていうことで僕は開業。だから皆さんもそういったことで開業されてると思います。でも、きっとそこまで考えずにやっているから、ちょっと壁に当たった時に、うわ、しんどいわ。ネットわからへん。ポスティングなんかできへん。もう夜眠たいから寝るみたいなね、ことをしてると思うんですよ。いや、それであなたの価値観は全て叶えれるんですかと。叶えれるんであれば僕はそれでいいと思います。いいと思う。僕の中での成功なんですけど、この自分の価値観を、掴めてる。なんか感じわからへん。掴めてる人が、まあ成功してる人だと思います。なので、これがない人っていうのは、これを掴めてない人っていうのは成功じゃないんじゃないかなと僕は思います。むちゃくちゃお金稼いでても、いや、全然成功しないですよって人もいたら、そんなん成功なん？むっちゃ俺成功や、むっちゃ幸せやねんっていう人もいてるわけじゃないですか。か成功って人それぞれで、価値観って人それぞれ。っていうふうに僕は思ってるんですね。だからまあ、僕が諦めずにやり続けれた理由っていうのは、ここを叶えたいがためにやってるから。結局自分のためですよ。人のため、世のため、人のためとは言ってますけども、言ってないか。言ってないけども、結局は最初は自分のため、自分のこの価値観を叶えるために僕はやっています。
あなたはどうでしょうか。はい、そんな感じですね。もし自分が今苦しい状況にあってとか、もうちょっと戻りたいな、もう雇われに戻りたいなってもし思っている人がいるのであれば、またこれから独立して頑張っていこうと思っているのであれば、ぜひですね、自分はどこに向かってやっていくのかっていうのをですね、今のうちに明確化しておいてもらった方が、今後の人生、より良い方向に向かうのではないかなと思います。ではそんな感じで、またですね、どっかでお会いしましょう。ではまた質問とかあればメールください。さよなら。